こんにちは。朝6時です。小雨が降ってきました。リコリスエルジアエ、ヒガンバナの親戚ですね。9時になって雨が上がりました。いつもの梅もどきです。高画質で撮影するようになってから、大きなテレビで見てもすごく綺麗に映るようになりました。ブラシの木です。3本この赤い普通のブラシの木あるんですが、この木だけ花が咲いています。去年はどうだったのか、去年のことは忘れてしまいました。クリナムにも雨粒がたくさんついてるんですが、今日は花グモもハエトリグモもいませんね。つぼみの数があと少しになってしまいました。クレオメも雨の後はこの水玉が可愛いんですよね。どうしても天気が悪いと取れ高が少ないので水玉頼りです。シュウメイ菊、白いのが咲いています。モミジアオイ、天気が悪いとこんな感じですね。ガーベラのバーガンディ色だったと思うんですが、花びらの数がすごく多いですね。ヒガンバナにもたくさん水玉がついています。まん丸い水玉ですね。本当の名前はリコリスラジアータと言います。アップで見るとこんな感じですね。綺麗な水玉が取れるのは雨が降った後だけですからね。無駄にしないで取りたいと思います。3時になりましたが、まだ曇っています。水滴はもうないんですが、今日はヒガンバナ中心の撮影になっています。たくさん咲いていますね。これは前から植えてあるところ、そしてポテンティラ珪春の周りは、去年花がついたまま球根を分けてしまったものが植えてあります。今年は咲かないかと思ったんですが、ほとんどの球根が花をつけたみたいです。もともとはネズミよけに植えたものなんですが、ヒガンバナというのは日陰でも日向でも咲きますね。シュウメイ菊のピンクです。つぼみがたくさんあるので見ごろはこれからになりますね。ダリアの葉っぱにヤマトシジミが止まっていました。今日撮らせてくれたのはヤマトシジミだけというか、この蝶しかいませんでしたね。宿根姫ひまわり、未生で生えたものです。四季咲き木星、枝ぶりがいまいちなので切ってしまおうかどうしようか悩んでいるところです。またヘメロカリスにヤマトシジミがいました。さっきのとは違う蝶で、小指の先ぐらいの本当に小さいものです。金魚草に花グモがいました。虫を見つけるとなんとなく嬉しいです。タイタンビカスブライトレッド、大きな花がいくつか咲いています。一時期のような見事な感じはもうないんですけどもね。長期間楽しませてくれました。これはフジバカマ、まだつぼみの状態ですね。昨日は、録画しておいた番組、今森光彦さんのオーレリアンの庭というのを見たんですが、もともと写真集を持っているくらいファンなんですけどもね。うちと同じ虫がたくさん出てきてなんか嬉しかったです。何年か前のものの再放送でしたが、またよく見てみたいと思います。丸尾です。昨日の夜丸尾の寝込みを襲いました。もう一回再チャレンジということで、丸尾はトランポリンを喜んでいるのかいないのか。喜んでいないにゃん。バイバイにゃん。